皆さんの耳が幸せになるまでに。こんにちは、パークでーす。こんにちは、じゅんちゃんでーす。あー、また来てくださって本当にありがとうございます。どうもどうも。自己紹介お願いします。あ、僕は今、あ、もともと韓国でムルンドンっていうバンドでギタリストで活動してきたジュンチャーと申します。あ、ジュンチャーですよね。前ジュンちゃんって紹介したんですけれど、はい、あ、元々なんだろう、日本語のめちゃくちゃって言葉が好きで、うん、どうしようかなってして、今の僕の本名が日本人が、うん、なんだろう、呼びにくい、あ、呼びにくい発音だと思って、なんかジュンチャって活動しました。あ、ジュンチャ。はい、これからの活動皆さん応援してください。応援してください。今日レビューしようと思う曲は今瀬さんの渚です。渚はジュンチャから教えてもらって、なんでこの曲選ぶことになりましたか？あ、まあ、インスタリルとか TikTok 見てるんですけど、韓国で今ナイトダンサーから始めて、うん、今渚がめちゃくちゃ今有名なんですよ。それで今瀬がナイトダンサーの次の新曲、うん、渚もナイトダンサーとは違う感じで、うん、今韓国でまた流行ってる感じで。確かに、はい、確かに韓国はもう夏を準備してる感じですよね。あ、そうですね、うん、もう韓国はいつも流行が早いから、もう次何がバズるかを、もう YouTube で今度今瀬さんの新曲なのですけれど、この夏にめちゃくちゃ有名になる感じっていう感じで、うん、今 YouTube とかで話題になってますよね。はい、はい、それでは一緒にレビューしに行きましょう。行きましょう。オリオンビール。じゃん。じゃん、乾杯。目上の人と飲むときには。ああ。今日もう31度なので、ビールめっちゃ飲みたかったですね。あ、本当。あ、めっちゃ涼しいです。それでは行きまーす。本当余裕ができた感じです。確かに。服装もちょっと夏っぽく、うん、おー、まあ、イエー、夏を狙って作った曲って感じが強いですね。おー、めっちゃかっこよくなった感じですね。スイッポー、おー、前ナイトダンサーの渚さんとはちょっと違う雰囲気がするんですよね。はい、そうですね、まっちゃん夏っぽい感じが強いです、うん、夏っぽくてもっとかっこよくなった感じ、うん、なんか余裕ができてもっとプロな感じがしますよね。あ、そうですね、うん、前はちょっと韓国の YouTube たくさん見たんですけれど、めっちゃ静かな感じで人見知りな感じだったんですけれど、この格好を見たらめちゃくちゃプロっぽい、アーティストっぽいな感じで、びっくりしました。じゃあまた行きます。あ、今瀬さんはこういうリズムめっちゃ得意ですね。そうですね、うん、だけ、うん、おお、あ、本当に声が特有でいい感じ。確かに、最初サビから出発したんですけれど、本当バンドサウンドで今瀬さんの声が似合うかな思ってなかったんですけれど、結構めっちゃいい感じでびっくりしました。サウンドが洗練された、洗練されたシティポップ感じで、確かにいいですね。サウンド、バンドサウンドから始まって、もう A メロは シティポップみたいな、うん、ポップサウンドでまた始まるのが得意ですよね。また行きます。おー、めっちゃ爽やかな感をめっちゃ活かした感じです。そうですね、うん、だから夏に似合う曲、うん、おー、あー、あ、コードの流れめっちゃ好き、めっちゃいいですね。おー、コードの流れってどんな感じですか？
絶対音感じゃ長いから、うん、なんかあれアレンビでよく使うこと進行、あー、はい、あーアルエンドビでよく使う進行、はい、おお確かにベースラインも時々スラップ、うん、あそう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 、うん、リズムミカルな感じが心を踊らせる、あ踊らせる感じ、すごい表現、おいいことですね。うん、おすみませんこれ使ってくださいあ、いきます。あー、エッチな表現じゃないですか。うんおー、ほんとなんか変わった気がしますね。はい、ほんと余裕ができた感じ。すげー、こんな3ヶ月かな、ナイトダンサー、あ、ナイトダンサー結構去年日本来る前から流行ってたから、あ確かに去年ですよ。もう前も上手かったんですけれど、なんか余裕できて、カメラコンタクト、アイコンタクトとか、そうですね、すごいと思います。あ、それと韓国人が今今瀬さんめっちゃ好きだから、まあ、韓国でライブもしたし、確かに韓国の番組も出ますよね。うそうですね、本当、うん、日本人として初めてじゃないですか。そうですね、うんうん、こんなソロもう歌手で、あ、そう、あ、僕が調べた情報によると、うん、韓国で今、うん、メロンチャット、メロンチャットで J-POP が17位まで上がったのは初めてで、はい、17位まで、はい、わすごいですよね、はい、すごいですよ、やっぱり人気が感じられる。メロンチャットなら本当に韓国でどんなカフェでも流れてる感じじゃないですか。メロンチャットに上がったら結構著作権、うん、著作権の量著作権料もらいます。そうですね、こう日本では YouTube ミュージックとか Amazon ミュージックじゃないですか、韓国では僕もメロン使ったんですけれど、あ、僕もあそこで17位はすごいですよね。そうですよ、日本人初めてね、はい、初めて、初めてですよね、うん、本当に素晴らしいです。そうです、今の若者たちが、うん、若者たちの好みの曲、あ、うん、だと思います。確かに確かに、うん、それではまた行きましょう、行きましょう。演じるのも、もう自然아그노무라고해또지구에마제테츠카루보컬가혼돈이이感じです。오랩프みたいに。오この格好見たらなんか BTS みたいじゃないですか。そうですね、確かに。すごい。BTS の服装みたいな感じ。おーすごい。かっこいい。おー、なんか汚れてない純粋、うん、純粋な感じが確かに、うん、いいですね。前この前の曲曲かな、18、あれも本当に可愛くてめっちゃピュアな感じだったんですけれど、今は本当かっこいいですよね。かっこいいですね、うん、いろんな顔を持ってる俳優みたいな、うん、ずっと変わってる感じですよね。すごい、素晴らしい。おお、すごい、一聴しました。色味がちょっと韓国の MTV みたいですね。あ、そうですね、うん、めっちゃ派手な感じ。うん、確かに前あいみょんさんの愛の花リピ V と全然違う感じですよ、ね、はい、うん、楽しめる、うんうん、すごいですね。あのあいみょんさんはめっちゃピュアな感じで、うん、しっとりしてる音楽だから
演出もそうだったんですけど、この曲は本当に夏に似合う、盛り上がる、楽しめる。今最近の韓国の K-POP の味も今、うん、あ確かに少し入れていますね。韓国でちょっと活動した経験でもっと成長してる感じかな。多分はい、韓国の影響されて、曲にも韓国 K-POP っぽいないろんな要素を入れましたね。サウンドもそうだし、あすごい。あおお、僕は今瀬さんのこんな声初めて聞いたんです。あ、本当ですか。なんかいつもなんか落ち着いて、とってもいいな夜だけど、こんな感じだったんですけど、今めっちゃポップみたいにダラーに使う感じ。おお、こんな、ね、おボーカルもできるんですよね。やるんですよね。すごい。あ、かわいい。また戻った。はい、OK です。じゃあこれで乾杯してください。ご本人入ります。あ、かわいい。あ、え、うん、誰ですか。あー、リアサル、リアサル退役した感じかな。リアサル、さっきまではリアサルの想像、うん、そのカメラテストを代わりにやってくれた感じ。おあ、これ面白いですよね。うん、あ、今回のこの新曲は、うん、もっと前ナイトダンスは、うん、夜に夜の歓声で聴けばいい音楽だったら、今の曲は夏の昼に聴いたら、じゃあなんだろう、涼しい、きっと。確かに確かに、うん、おやってます。確かに、なんか川とか渓谷とか、もう、うん、もうタイトル通りに渚で、うん、そうです。なんか一緒にパーティーしながら、バーベキューしながら聴いたらもっと盛り上がる感じ。本当に夏とかフェスにめっちゃ似合う感じの曲です。うん、そうですね。最近日本 J-POP も音楽、まあ、サウンドもサウンドだし、うん、サウンドだけどボーカルの特有な声が今の時代は大事な時だって思います。あ、はい、そうですね。やばい。お、それと今瀬さん何歳に見えます？高校生みたいですね、顔だけ見ると。今00年生です。あ、00年生。ああ、もしかしてバウンディ知ってますか？あ、バウンディ知ってます、ね。バウンディも00。ああ、日本は今00年生が音楽の天才が多いですね。おー、確かに。もう2000年で何があったっけ？ミレニアムベイビーじゃないですか。そうですね、ミレニアム。僕はまだ若いから知らないけど、あの先輩たちすごいですよ。ああ、先輩たちすごいですね。どうでしたか今日。あ、今日夏に似合う曲を聴いて楽しみだし、あ、正直に言うと、今瀬さんがナイトダンスに流行してからもうなくなる、あ、まあ、この音楽業界になくなると正直に言うと、ね、そうでしたけど、いろんな勉強とか努力して、またもうナイトダンサーの次に日本でも大きな影響をさせる曲だと思います。確かに、ちょうどいいタイミングじゃないですか、今。そうですね、ちょっと夏が来てて、みんな TikTok とかリルが流行ってるか、踊りが出るか、楽しみですよね、うん、楽しみですよ。
これから皆さんの耳が幸せになるまでにもっと頑張る皆さん、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。お願いします。それではハッピーニューイヤー。え、もう全部見ちゃったんですか？スキップとかしなくて。そしたらこれとこれも見てください。